はい。じゃあ行きます。どうぞ。時刻は14時30分を回りました。未来サポート夏春堂プレゼンツ、大人チャレンジ人生は夢だらけ。略して音夢です。はい、今日も始まりました。MC はラジオパーソナリティのなおさんです。この番組は、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオからではないんですけれどもね。私はですね、今、サザンオールスターズの生まれ育った町、神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております。15日までの30分の生放送です。どうぞよろしくお付き合いください。さあ、ラジオパーソナリティ、私はですね、今、現在、ラジオパーソナリティ、そして、セミナー講師、そして、ファイナンシャルプランナー、そして、お悩みカウンセラーというね、いろんな顔を持っておりまして、私自身もやりたいことがまだまだたくさんあるんですけれども、その私がですね、大人になっても夢ややりたいことにひたすら頑張っているというね、いい感じの大人の方を紹介するという番組になっています。さあ、この番組はメッセージも募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com。FM ギノワンのホームページや YouTube、それからネット配信もしていますのでね、ぜひ、チャンネル登録などお願いいたします。スマホのアプリ、リスンラジオとか、マイチューンレイディオからも、視聴できますのでね、ぜひ、ご登録をお願いいたします。さあ、今日もですね、素敵なゲストをお迎えしておりますので、早速ご紹介したいと思います。今日ね、急遽ね、来ていただくようになりました。今日はですね、実は生放送ではなく、収録なのでね、ツイキャスはちょっとできないんですけれどもね、また生放送の時にはぜひ皆さん、ツイキャスの方もコメントいただけたら嬉しいなと思います。さあ、今日はですね、素敵なゲストです。肌で飲む漢方、トーンヌールマイスター、そしてソウルピア湘南サロンのセッショナーでもあります、坂本由美子さんをお呼びしております。由美ちゃん、こんにちは。よこんにちは。ろし不く思お願い議な感じ。お願いします。します。由美ちゃんと私はもう、リアルでもまだ3回かな？3回目ですね。ぐまらいだです。3回。そう、でも今年に入ってね、素敵なご縁があって知り合ったという方で、実は前回、前々回の、ゲストさんのね、ご紹介もしていただいて、いいわ、え、違う違う、インクルーシブワールドのインクルー塩シ田ブワーさんルとおかげですか。ド。そう、お二人もね、ご紹介いただいて、また他にもね、いろんな方ご紹介いただいているというね、私のとても素敵な、まあ、なんだろう、パートナーさんみたいな感じになります。はい、とてもね、素敵な方なんですが、今日はね、そんなユミちゃん自身のお話、お仕事のお話とかもね、伺っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。おは願いい。します。お願いします。今日はですね、ユミちゃん、まあ、自己紹介かねがねですね、今どんなお仕事をされているのかっていうのを簡単にお話し聞いてもいいですか？はい。はい。もともとはエステティシャンをずっとしていたんですけども、縁があって、今、神奈川県に住んでいて、で、先ほど、ソウルピアっていう名前が出たんですけども、そのソウルピアっていうサロンで、心と体のバランスを取りながら、本来の自分を取り戻そうぞっていう、ケアをするお仕事をしてたんですね。で、その中でご縁あって、今はトーンヌールって言って、トーンっていうのは気分が上がるとか、こう、気持ちが上がるようなものを塗るっていう作った言葉なんですけども、これは日本の方が作った、火山の泥と漢方の温熱ドロシップなんですけども、それを今扱いながら、皆さんの体からのケアも一緒にさせてもらっています。ルという言葉は意味ちゃうんうん。ですか？これは開発の社長が作りました。女性の社長さんで、ベトナムでエステサロンをたくさん経営されている方なんですけども、日本では、日本にも本社があって、今日さっき行ってきてたんですけど、麻布十番に本社があって、で、そこの社長が作った名前です。
なんかギャグみたいな名前なんですけどね。そトンネル。う、なんかそこういう、う。なんていうの、カップみたいなのに入ってるかな？後ろの、ね、ちょっと写真が、ね、私の手元にあるんですけど、なんかこう、かわいい。四角い、キューブ状に固めてあるんです。あれ、火山の泥を。そうなんですで、ね。火山の泥っていうのが、遠赤効果があるので、あれをドロドロに溶かして、で、火山の泥の熱で毛穴をピッと開かして、で、漢方をそこから毛穴から注入するんですよ。それで肌で飲むっていう名前になるんですって。そう、肌でそ飲むってね、すごい名前だなと思ったんだけど、そうなんだ。だそんから、な。漢方の味が苦手な人でも大丈夫です。実際に飲むわけじゃないのね。肌で飲むのね。飲まないよ。そうです、そうです。もう、どの方が、これ、されに来るんです？もともとうちのサロンに来られてた方もそうですし、あともう年齢関係なくどなたでも受けていただけるので、本当に、この間お客様のお母さんも、この間というか、今年に入って年末かな来られて、で、腰が痛かったけど、この暑い、暑いって感じるんだけど、その暑いのが効いてるのよねとか言いつつ、2回目の暑が来たわとか言いつつ、なんか受けてもらって、で、腰が楽になったからって言って、そうなんだ、なん腰か歩くのが早くなっていたりとか、なんか痛みがある人にもいいですし、あと、冷え性の方とかにもすごくいいです、特に。大体背中に塗るもの？はい。貼るんですけどね。これ、塗るって言ってるけど、貼るんです。そう。貼って、その上に、そのまま背中を下にして寝てもらうんですけど、そう。これね、一回体験するとすごいわかるから、皆さん面白がってくれるんですけど。ね、ちょっと私もやってみたいな。ぜひぜひ。なんかね、お話なんか、人によって。聞いて、そっかそっか。これじゃあ、どのくらいの時間で背中に乗ったりして、そのまま寝てもらったりするんです？40分張って寝てもらうのが、そのシップの効果を十分得られるんですけど、まあ、ちょっとお着替えとかもあるから、1時間ちょっとぐらい余裕を見て来ていただいてます。そでのも間、本当40分寝るだけでいいんですよ。張って寝るだけで。それだけなの？本当に 張って寝るだけだから私出番ほとんどないんですけど。ゆみちゃんは何をしているんだ、その間は。お茶してます。いるんですか？ いいですね。じゃあ、でも、寝たら、お客さんともお寝話。て起きたときに、あ、そうです、そうです、起きられてから。寝てる間は、寝てもらってる方がいいんですよ。体が休まって。そうなんですね。漢方がしっかり内臓に届いてくれるから、ちょっとゆっくりしてもらう時間っていうので、ああ、時なんか、間はとって、めちゃめちゃ癒しの時間になるんですね。そうですね。皆さん結構、ぐっすり眠る方もいるし、ただ体調悪い方は、暑いとか、なんか、チリ感じるなとかって言われるので、尻尾を剥がした後に、背中の色を見るんですけど、ちゃんと写真と撮らせてもらって、お客様を見るようにするんですけど、その写真から、その赤みの出方とか、出ていないところとかで、内臓がどこかちょっと弱ってるとか、冷えてるとか、凝りがあるとかがわかるんですよ。わかっちゃうんだ。わかるじゃん。それが面白くて。そう。そうなんですね。で、変化もすごい実感してもらえるから、そう。すごい楽しいです。いろんなことに応用できるので。おお、なんかこのトーン、おお。このトーンヌールとのそのなんか出会いのね、エピソードというのがなんかあります？あるんじゃない？ですよね。私が直接その時出会ったわけではなくて、うちの今のオーナーが、ズームでその社長とちょうど打ち合わせをしてたんですって。なんか別のことで。で、その時にオーナーのお母さんがもともとメッセージを聞き取れる人だったので、で、スッと通った瞬間に目があったんですって。そのトーンヌールの社長と。後ろをこう通った時とそう、か、後ろ、本当この画面の後ろピュッと通った時に。で、その後、あれ仕入れよって急に言われて、情報を下ろして。で、
で、どうやって使うものか全くわからないけども、これはすごくいいものだからって扱いましょうっていうことになって、で、来てもらって、使い方教えてもらってって感じで。でも本当わかんないけど、なんかすごそうだなと思いながら扱い始めました。おお、それまでとは、その施術の仕方っていうのもガラッと変わったんですね。コースはもう別にさせてもらってやってるんですけど、でも体冷えてる方がすごく多かったので、うちのお客様は。なんかそういう意味ではすごいサポートに今なってへえ、すごい。ます。これって1回施術ってどのくらいお値段するんですか？一回、うちはちょっと高めになるんですけど、オリジナル装置もつながるので、1万2千円で消費税もらってるんです。でもサロンによっては、何もつながず、そのシップだけのとこもあるから、だいたい7000円ぐらいとかでやってるかな。7000円から1万2千円ぐらいで受けれるようにしてます。うちはちょっとオリジナルにしてるから値段が変わりますけど。そうなん、なんか結構全国にあるんで最す初ね。のお試しさんは。あ、まだね、でも、広まり方が、だいぶ増えたんですけど、少ないみたいで。で、増えてきたので、私がマイスターっていう、ちょうど今入れてもらったんですけど、勉強して、一緒に使い方を伝えれる人、講義をしたりとか、実技を教えれる人を作りましょうっていうので、今全国に6人いるんですよ。もう。たった6人しかいない。で、それで今、6人で今ちょっと賄ってて、でもまだ足りないから、これから増えるかもって感じですね。もう今じゃあその人脈というかね、そういう方たちも増やしているというところなんですね。そうですね。うん。いやー、素敵なお仕事ですね。面白いです。あと、二日酔いの後にもいいですよ、めっちゃ。そうなんですね。なおさん、お酒好きじゃないですか。お酒好きです。ゆ みちゃんねは。え。大好きです。じゃあこれって男性の方も施術に来るの？られます。うん。なんか本当男女関係なく、年齢も関係なく、結構皆さん、おお、素受け敵。ていただけます。なるほど。ありがとうござい沖ます。縄もね、多分1店舗できてるんですよ、扱い店が。本当に。じゃあ、沖縄の皆さんも、ちょっと、もし試かす。したら 出会えるかもしれません。1店舗できてる。うん。私は担当じゃないんですけども、仲間のマイスターが1人担当してて。そうなんだ。そこれう。そうは、です。ポンヌルって調べると出てきます？ポンヌルって言ったら出てきます。絶対一番上に。わはい。かりましたね。で、ちょっと検索してみていただけたらなと思います。じゃあね、ここで、ゆみちゃんのおすすめの一曲、ちょっとね、ご紹介したいと思いますが、ワニマのやってみよう。やってみよね、これはどんな思いがあって、この曲、選曲していただいたんですか？う。これはなんかこの曲を流して車乗ってて、なんか乗ってるメンバーとワイワイしてた、すごい楽しい曲っていう思い出と、あとは 私自身の普段思ってるような感覚とすごく似てる歌詞が、なんかそれがすごい合ってていいなと思ったんですよ。結構あね、と、なおさん、うん。ごめんなさい、どうぞ。なおさんもなんか応援する感じじゃないですか。いろんな方を。だからなんかちょうどいいかなと思って、私にもなおさんにもなんか合いそうと思って選びましありがとうございます。た。そう。なんか、よくね、CM ソングにもなってて、聞いたらね、ああ、この歌って分かる、そう。やつですよね。歌詞がめっちゃいいです。じゃあちょっとここでね、一曲ご紹介したいと思います。ワニマでやってみよう。はい、今かかったという体で後半いきましょお、わかりました。う。あと5分です。あと5分。ありがとうございます。はい、じゃあいきますね。どうぞ。さあ、やっぱりいい曲でしたね。ゆでみすちゃんね。の、ワニマのやってみよう。まあ、ほんとノリノリになるね。とってもいい曲だなと思います。ね。ありがとうございます。さあ、なんか、ゆみちゃんの方から、なんか告知みたいなとこってあります？
告知ですか？これからなんかそう。イベントありますか？でもいいし、なんかどこどこ行ったらゆみちゃんに会いますよとか。そう。基本、藤沢におります。ゆみちゃんの、じゃあ、そのサロンのご紹介に、場所とあ、あか、はりがとうございます。い、場所どちらなんですかね。藤沢市です。神これ、奈川県藤沢市で藤沢市。はい。す。はい。これは、自宅サロンみたいな感じですかね。そうですね。オーナーの自宅サロンオーナーの自で宅すサロね。自宅兼サロはい。ン。なおさんにも来ていただいたんですけど、わかるように、本当に自由、気ままにみんなが うろうろして大丈夫なサロンなので。人の出入りがとても自由というね、なんか不思議な、とても不思議な空間だったんですけど、なんかああいうところで本当に人とね、交流の場っていう、なんか本当、ゆみちゃん自身がこう人をつなぐ方ですよね、いろんな方をね、私嬉につしい。なぐくださるし、なんかそういう方なので、またその場所のね、オーナーさんのご自宅の場所の雰囲気もあるのかもしれないんですけどね、とても、そうですね。いろんな方が来て、で、なんかお酒を自由に飲んでみたいなね。そ うでしたよね。はい。れはちょっと特別でしたけど。別に、私も 急に大なん体か、みんおな料理作ってとか言われちゃったね。お料理してくれますよね。はい、作りました。まあ、そんな感じでね。はい。ありがとうございます。ぜひ皆さんもですね、このトーンヌールマイスターの、ゆみちゃんにお会いしたいなという方はですね、神奈川県藤沢市の有限会社、ソウルピュア。そうですね。ウェブサイトとかもあるんですね。ウェブサイト、あ、そこの問い合わせからうん。連絡いただくか、あと私がやってる、インスタグラム、ちょっとずつやっとやり始めたんですけど、インスタグラムからメッセージもらえたら連絡が取れます。インスタはソウルピュアかな？セリウス、はい。で、セリウス？ソウルピュア。セリウス。はい。じゃあ、こちら、スペルが SOULPIUA SIRUS ですね。はい。じゃあ、こちらの方にぜひ皆さんメッセージ、ね、インスタの方お寄せください。はい。では、そろそろね、お別れの時刻、あっという間ですね。お別れの時刻になってまいりました。今日はですね、肌で飲む漢方、トーヌルマイスター、そして、ソウルピュア湘南サロンのセッショナーの、ゆみちゃんこと、坂本ゆみさんにお越しいただきました。ゆみちゃん、今日もありがとうございました。はありがとうございました。では、今日のお相手、ラジオパーソナリティのなおさんと、そして、マイスターの坂本ゆみちゃんでした。皆さん、ありがとうございます。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。はい。